はい、こんにちは、こんばんは、タカです。1週間お疲れ様でした。今週の値動きはもうポンドにつきますかね。貿易交渉のニュースが出るたびに上がって下がってという相場でしたけども、実は今週動いていたのはポンドと豪ドルだけなんですよね。それ以外の通貨は動きはあまりありませんでした。ただし12月に入ってからの流れ、あとは通貨の強弱ですね、このあたりはあまり変わっていません。やっぱり12月に入ってからドルや円というのは弱いままですし、ユーロや豪ドルあたりはずっと強いまんまです。なので、まあ値は動いていないんですけどもね、この流れは来週も継続して見ていきたいなと思っています。それではチャートの方も見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足日足を重ねています。まずは今週の値動きなんですけども、まあ、レンジ相場ですね。ほとんど動いていません。それまでの流れは下落のトレンド。この上には8月から続く大きなサポートがあったんですけども、12月に入ってからは割り込んでいます。なので、まあ流れとしてはもう完全にドル売りですね。このままレンジからの下抜けの流れはやっぱり警戒は必要だと思います。そして上の方に抜けたとしても、今度はピンクの戻り売りという流れも出てきますから、まあどういった流れになったとしても、まずはこのドルの売りというのを抑えていくことにはなりそうです。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。普段より少しチャートの方が細かいんですけども、大きな流れを見ていくために少し縮尺の方を小さくしています。まず見えているのはこのレンジ相場ですね。これ8月から続くレンジ相場だったんですけども、このレンジから抜けてきているのが12月の流れになります。それまではもうドルの一方的な下落の流れ、この流れが止まってからの4ヶ月のレンジ相場から下の方に抜けてきています。今週すぐに回復するようであれば、この抜けというのもね、もう一度見直しも必要かなとも思っていたんですけども、まあ、底値圏で値が動いていませんからね、まあ、それだけ弱い相場と見ることができると思います。見ていきたいのはこのトレンドの継続、ドルの売りの流れかなと思います。あとは少し戻すような場面が出てきた場合、まあ調整局面ですね、そういった流れが出た場合に戻りの目処ですね、どのあたりが戻り売りになってくるかというのは最終的にはもう値動きを見ないと分かりませんけども、ある程度候補というのは見ていく必要があると思います。一つはこのレンジの下限あたり、重要なサポートを割った後に今度はこのサポートを試す動きになってくるというのはよくある流れになりますんで、こういった動きは注意かと思います。あとは想定以上に戻ってきた場合ですね、こういった流れになってくると当然この戻り高値、この高値を抜けてしまうと大きな波が反転することになります。こうなるとだいぶ環境は変わってくると思います。大きな波の反転が見えてきますので、このあたりでショートしてしまうとね、踏まされるということにもなってしまいそうです。なのでひとまずはね、戻ってきた場合はこのレンジの下限あたりからの戻り売りというのは見ていきたいですけども、思ったよりも戻ってきた場合、当然これは高値を抜けなければ売りは引き続き見てはいくわけですけども、この戻り高値を抜けたらどうするか、そういったところはしっかり抑えてはおきたいですね。ただそれはまだまだ先の話になってくると思いますので、まずはひとまず来週の流れ、もし戻るような場面があればこのレンジの下限あたりの攻防というのはしっかり見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の日足、月足を重ねています。ドル円、まあ、今週はなかなか動きもなかったんですけども、12月に入ってから2週間、この2週間で今の月足の形を見ていくと、流れが継続しているんですよね。売りの流れの継続、チャートで見ていけばこの106円を割ったのが大きかったんですかね。割った後の流れはもうずっと売りが続いています。そしてこの売りというのはここだけではなくて、トレンドというのがしっかり出ているんですよね。なのでまあサポートを割っている下落の流れというのがありますから、この安値更新の流れというのはまああっても仕方がないのかなと。ということは警戒していかないといけないのはこの下に抜ける流れですね。今のところ動きは出ていませんけども、この下に抜けてしまうような動きが出そうになった場合は、当然これは注意をしていかないといけないとは思います。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足も今週はほとんど動きがなかったんですけども、ここ最近の動きはもうずっとレンジ相場を組んでいると見ています。週足を見るとこの105円を割った動きというのがやっぱり大きなポイントにはなっていそうですね。サポートもしっかりしていましたけども、割れた後は今度はレジスタンスとしてしっかり機能しています。今週もそうでしたけども、この104円後半あたりの売りの強さというのは見ていくことになると思います。週足は大きなレンジを組んでいて、この高値は104円の後半、ここはもうはっきり見えていますけども、今度はこの安値。上位足でも見たように月足は下落のトレンドが続いています。下の方に抜けてしまえばトレンドの継続がはっきり見えてくることになりますんで、売りの流れは当然警戒していかないといけないチャートにはなっています。今はまだレンジ相場ですし、このレンジの真ん中あたりですからね、この下のサポートまでは届いてはいませんけども、
来週安値更新の流れが出てきた時にこの103円の前半あたり、この押し安値終わってくるかどうかというのはすごく重要な流れにはなってくると思います。ある程度の攻防というのもあるんじゃないですかね。これはまあ高値もそうなんですけども、このブルベアの攻防というのが出てくれば、トレードというのもやりやすくなってくると思うんですけども、現在はこのレンジの中のど真ん中でほとんど値が動いていませんからね、こういった動きをしているとなかなか手は出せないとは思います。今のドル円は本当に動きが出づらい環境、言ってしまえばね、大きなトレンドをフォローしようと思ってもなかなかそういった動きにはなりませんので、例えば短期足でサポートされていたところを抜けたとしても、その抜けがトレンドとして生まれてこない、抜けたけどもすぐに戻ってくるといったね、いやらしい動きをすることも多いとは思います。もうそういった相場だと割り切るしかないかなと思いますね。いつか動き出すとは思いますけども、それがいつになるかというのも分かりませんし、大きなトレンドを見ていこうと思ってもなかなか動きは出てきませんし、逆張りをしようと思っても短期足は抜けたりもしますからね、なかなか見ていくのは難しいチャートだなというふうに思います。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。日足を見ても明らかにレンジ相場が見えてきます。今週もね、それなりに高いところ安いところというのはあるんですけども、終わり値を見ていけばほとんど動いてないんですよね。こういった動きがすごくいやらしい動きだなというふうに思いますね。短期足を見ると振り回されてしまう環境にあると思いますんで、まずはこの日足をしっかり押さえてはいきたいですね。上は104円のミドル、下は103円の70から80あたり。今週の動きを見ても短期足は抜けるような動きはしていますから、あまり小さな枠で波の方を捉えようとはせずに、こういった大きな枠ですね、日足の枠をしっかり見ていきたいとは思います。繰り返しますけども、気をつけていきたいのがこのレンジの下限を抜けてきた時、この下にはね、もう少し押し安値があるんですけども、下限を抜けてしまえばね、そんなに距離があるわけでもないですから、当然ブルベアの攻防激しくなってくるんではないかなと思います。サポートされるのか、それとも抜けてしまうのか、これはもう値動きを見ていかないと分かりませんけども、こういったサポートを割れた時の値動き、これは注目をしていきたいと思います。そしてそういったはっきりした動きが出てくるまでは、スキャルピングなんかはやれると思いますけどもね、トレンドをフォローしようと思っているような方は、様子見でもいいんじゃないかなと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。普通はこういった4時間足の波を見るとある程度の波というのは見えてくるもんなんですけども、ドル円ははっきりしないですね。例えばこういった高値を抜けているんですけども、その後にサポートを割るような動き、いやらしい動きをしているなと思いますけども、これもね、この辺りがレンジ相場と見れば、答えは出てくるんですよね。結局は行ったり来たりしているだけで方向感があるわけではないんですよね。なので、こういった戻りの高値を抜けたところで、短期足にとってはね、意味のある動きではあると思いますけども、大きな流れで見ていけば大した動きではないわけで、これは下も同様ですね。サポートを抜けてもそれがトレンドにつながるかどうかがわからない、そういった環境でトレンドをフォローしようと思ってもね、どうしても高値を掴んでしまったりもしてしまいますんで、トレードのスタイルによってもだいぶ変わってくると思いますけども、特にトレンドをフォローするような方、順張りが好きな方というのは今のドル円も本当に気をつけて見ていった方がいいと思います。完全に抜けるまではもう手を出さない、それぐらいの気持ちでも全然いいんじゃないかなとも思いますね。はい、こちらがニューヨークダウの CFD、4時間足に週足を重ねています。ダウの方も週足が閉じました。先週は3万ドルを超えて引けたんですけども、最終的にね、今週の値動きを見ると3万ドルは割り込んでしまいました。高値更新がなかったので、それだけ上値の重さというのは感じる結果にはなっていますね。ただよく見ると先週の安値を割り込んでいるわけでもありません。つまりね、高値からの売りは入っているわけですけども、それでも決着というのがまだついていない。この上昇の流れが一旦止められた形にはなっていますけども、まだまだチャートが崩れているとは言えない状況だとも思います。例えばこの辺りの陰線もそうですよね。ブレイクした後に陰線が出ています。その後この翌週さらに高値を超えてきてトレンドが継続しています。こういった流れもよくありますからね。この売りの流れが入ったとしても安値更新していませんから、来週ですね、この高値を抜けてくるといった形が出てくるかもしれません。今はこの3万ドルでの攻防の決着というのを見ていきたいですね。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。金曜日のこの値動きを見るとかなり安いところまであったんですけども、最終的には戻しています。こういった値動きを見ると終値が大事だなというふうに思うんですけども、日足はこの高値圏でレンジ相場、足場を作っていると考えれば、上の方に抜けてくればちょっと面白い展開にはなってきそうですよね。金曜日これ下の方に抜けて引けてしまっていた場合は、こういった上昇の流れが一旦止まった形になってしまいますんでね、
短期的にこの高値からの下落の流れを見ていくことにもなったと思います。その後強い流れが出てきたとしても、まずはこの青い波を崩さないといけないわけですからね。まあ、それだけ時間もかかるということで、金曜日これ下髭をつけてしっかりサポートされたというこの値動きはすごく大事かなと思いますね。あとはもう一つ、昨日のこの値動きでこの押し安値がしっかり効いているというのも分かっています。なので、まあ、ここをサポートとして見ていくことにもなりますよね。割り込んでしまえばこの強い波の反転ということにはなってくるんじゃないかなと思います。なので、まあ、日足のレンジを見ていけばこの3万ドルあたりのレンジを見ていますけども、この大きな波の反転を見るためにはもう少し下29,700 ドルあたりのサポートというのも合わせて見ていきたいと思います。ダウのショートというのを見ていくんであれば、まずはこういったところを割れてからですかね。はい、こちらが日経平均の CFD 4時間足に週足を重ねています。日経平均もものすごく強いチャートというのがこのチャートを見ればわかりますかね。壁を抜けた後の値動きがすごく強いです。11月に強烈な上昇トレンドが生まれたんですけども、さすがに現在はね、少し調整局面に入っているような感じはあります。2週にわたってこの高値を超えることはできていません。ただ下の安値も割ってないですからね。今はこの高値圏でレンジ相場という形で見ていくことになるかなと思います。なので、まずはこの強い流れを組んで高値をブレイクという形を見てはいきたいんですけども、上昇のペースも早かったですし、調整局面にも入ってしまっていますんでね、もう少し時間がかかってしまうかもしれないですね。週足を見ていくとチャートはすごく強くて、そしてまだ崩れていない。そこはしっかり押さえてはいきたいですね。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。日足を見てもレンジ相場が続いています。これレンジ幅がすごくあるようにも見えますけども、上下で見ても700円ほどしかありません。なので来週もまずはこのレンジからのブレイクというのは見ていきたいですし、強い流れというのがありますからね、このレンジの下限からのロングというのも面白いと思います。もし崩れてしまえば高値からの売りの流れというのを見ていくことにもなると思いますけども、直前までは強い上昇のトレンドというのがありましたからね、こういった押し安値でどうしても止められやすい形にもなってしまうと思いますし、流れが止まってしまえば反転、まあ、つまり押し目買いですよね。そういった流れも出てくると思います。なので、まあ、短期的なショートというのはあるかもしれませんけども、まずはロングをどこかで狙っていく、そういったチャートにはなっていると思います。なので常に見ていきたいのはどこでサポートされているか。ロングを見ていこうと思えばこの高値圏は少し怖いですからね、サポートされてから確認してからのロングというのを徹底して見ていきたいと思います。これもダウ同様に大きな流れでショートを見ていくような環境では今はないですね。見ていくんであればせめてこの押し安値ぐらいは割ってこないと、なかなかそういった流れは難しいと思います。はい、こちらが金の CFD 4時間足に週足を重ねています。この金に関してはね、まあ、重要なサポートだと思っていたところを先々週割り込んでいるんですけども、割り込んでからの売りというのが入っていないんですよね。安値の更新もありませんし、まあ、調整で戻ってきたりもしています。なのでこのチャートの強さ、特にこのサポートを割れたところからの買いの強さというのを今週のこの週足で測りたかったんですけども、残念ながらこのサポートを超えてくることはできませんでした。超えてきたらロングというのも面白いかなとも思っていたんですけども、今週に関してはそういった動きにはなりませんでしたね。ただこれね、サポート回復はしてこなかったですけども、しっかり高値でキープしていますから、来週もこの高値を試す形は出てくるかもしれないですね。引き続き、強いチャートになってくるんであればせめてこのサポートは回復してくれないとね、なかなかロングというのは難しくなってきますんで、来週の週足がこのサポートを回復するかどうかというのは見ていきたいと思います。はい、ということで、まあ、ドル円に関しては本当に値が動いていませんから、まずはこのレンジからの結果というのを見ていかないともう手が出せないですね。それまではこの枠の中で逆張りをしていくというのもありっちゃありなんですけども、12月に入ってから通貨の強弱がはっきり見えていますからね。例えばユーロや5ドルはすごく強い、そしてポンドは弱い、こういった流れが見えていますから、そういったトレンドが出ている通貨というのを追いかけた方がいいかなと思います。あとはこのドルですよね。レンジから下の方に抜けているんですけども、先週はこの安値圏で張り付いてしまっています。来週ね、このサポートを割ってくるのかどうか、安値更新の流れがあるのかどうかというのはしっかり見てはいきたいですね。もしドルが弱くなってくるんであれば、今月強い通貨、例えばユーロや5ドル、そのあたりのロングというのは面白い流れになってくるんじゃないかなと思います。このドル、今週は特に動きもありませんでしたから注目されていなかったりもしていますけども、ただ12月に入ってこれ大きな枠から下の方に抜けていますからね。いつこのドルが大きく動き出しても不思議はない環境でもあると思います。このドルの動向はしっかり追ってはいきたいですね。今回は以上になります。
ドル円以外の通貨に関しては別に動画の方を作りますので、でき次第概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。それでは来週も頑張っていきましょう。